ってきましたよ。日本パスごとに日本パスですね。だから今からのバイトの時にね、ちゃっちゃと思った。まあ日本パスは単にちょっとチャンネルとパチコのパートを漁りたいだけです。あ、全然タウンの方にね抜けてたいわけですね。ああ、どうやった？でこっち行ったら本場所駅やし、上上がってったらナンバーワーク2人で、まあいろいろ食べるもんあるけどな、さちわちで。さあこれからやっぱすごい人やな、こっちも。まあいわゆる伝言通り言われるうちの奥の方やね。写真見てたらあれ入店に分ぐらい来てないか。え、2年も来てない。そういや謎のリラクゼーションできるわ、謎のラーメン屋さんもできるわ。鳥パイタンか、パイタンの後ろにパイ、これ以上やめとこう。思いついたことをね喋ればいいってもんじゃねえからな。で千日前の通りやろう。あ、この辺はもう変わらんな。っていうかこっちの子いたらかね、うちの用事があるのはこっちの子ね。さあどこから行こうかな。久しぶりに来たな。だいたい普段はまあ当然近鉄沿線民なんで、近鉄乗っても鶴橋、まあ難波まで行くか、難波まで行って難波から先の千日前商店街のところね抜けて、まあ歩いてこっちまで来るな。日本橋で降りるたことも一回だけあるんけ、あったけど、もう難波まで出たのそんなに変わらんからね。今回は地下鉄のやつで降りたのは初めてか。地下鉄から乗るやつを一回動画撮ったことあるんだけど、確かね、あれ、お蔵入りになったんだよな。ちょいと、撮影中にトラブルがあって。これが、読むんやろ？読むんしたやろ？ですから、あっちの奥の方とか、この辺りが、まあ、いわゆる南の、ど真ん中ですね。ほぼほぼ。ああ、何でもあるよ。この辺りやったらほんま何でもあるでね。そりゃ、ね、大阪とはいえ、この辺りやったらさすがに10時間2000円とか行くよね。そういうところです。あるかある。カフェビール、肉寿司、おー、繁華街やね。そういや、この前来た時はもうコロナ真っ只中の時やったから、ちょっと静かやったもんな、さすがに。で、結構お店も変わっとるか。そう。日本橋、こっちの方は特に車で大阪来た時には結局寄らんと、こっちは寄らんことが多いんですよね。この前来た時もあるか。おっ、あっ、うまいでね。で、そう、この前来たんですか？あ、そうか、結局は、花園のとか、生駒の方に抜けるのに、こっちの方寄らんかったもんな。おー。
なんかおしゃれな店あれも困るわよ。そっか、もともとそういう傾向があるか。んで、ここの通りを挟むと、ちょっと話が変わってくる。一気に話が変わってくるね。そう、こう、そう、これだよ。まあ、ドスパラからスタートやもんね。やっぱ、やっぱこの辺りから、やってきた感じるな。そうや、あ、ここにそうや、ここの東京地から見せることあんのや。一回地下虫食ってみっか。一回も食ったことないんだよな、結局。もう風での灯火だもんな、行っちゃうわ。いやー、ほんとやったら、ほんとやったらカレー屋さんに行くところなんやけど、まあ今回はあれ、あっちだけ秋葉原の老舗のメイド喫茶ですよね。日本橋にあったっけ、前から。ほら、焼き牛丼食ってっか。よいしょ。